皆さん、私伝承絶が新たきギラギラ虫相撲大春陽のために正式な告知板を持ってきましたのでお受け取りください。こちらが今回の催しの許可証でもあります。うわ、これは牛使い野郎の赤紅一色か。だいぶ誇張してるな。いいじゃねえか。俺様の傑作ほどではないにしろ、見ろよこの構図、この線、そして堂々たる気迫。完全に虫相撲の強者としての俺様の威圧感を体現してるぜ。そこのリーウェの人にはどんな継承を使うんだっけか。体型。それだ、そこの体型、いい絵だ。新たき派として感謝の限り。滅相もありません、新たき派親分様。私伝承絶は一回の講談師に過ぎません。この告知絵はですね、総務士のとある女性が描いたものです。彼女は普段縁妃さんの世話になっていて、このような催しがあると聞き、自ら申し出て素敵な作品を作られたんですよ。縁妃さんの贈り物だったんだな。第四陣はここまで想定していたのか。神みてえな洞察力だ。花門玉将さんから聞きましたが、新たきギラギラ虫相撲大修行は志の高い修行であり、非凡な意義をお持ちだそうですね。私は虫相撲の専門家ではありませんが、以前からこれに関連する講談をたくさん聞いていたので、ずっと挑戦してみたかったんです。もしかしたらそこからひらめきを得て、いい物語を書いて町の皆さんに聞かせることができるかもしれません。虫相撲には才能も重要だ。例えば空を駆ける白鉄ちびすけ様は始めたばかりなのに並外れた実力を発揮できる。伝承絶体系が虫相撲の楽しさを理解してくれたら、講談の形で大いに告知してもらえるかもしれない。いいことずくめだな。それじゃあ伝承絶体系、なんて言うんだっけか、どうかご指導を。素晴らしい。新たき派の得意とする虫相撲はこれほどまでに激しい戦いに発展するんですね。確かに人を引きつける物語を作り話すことができそうです。伝承絶体系、高じけない、楽しい戦いだったぜ。かたじけないだよ、キオ。細かいことは気にすんな。とにかく伝承絶体系の助力に感謝する。新たき派親分様もお疲れ様です。私は大会期間中引き続き虫相撲を見学し取材させてもらいます。どうぞ皆さんで思う存分楽しんでください。私のことはお構いなく。本当に礼儀正しい相手だったな。俺様は頭が痛いぜ。虫相撲以外の知識でも勉強になった気分だ。どうやら今回の新たきギラギラ虫相撲大修行、いい幕開けとなったみたいだぜ。オニカブタムシも犬や猫のように友達になれる。またちびっこを呼んできたのかみたいだな。でも花門玉将も幼いし、前回はもう一人小さい子供がいたのを覚えてるぞ。虫相撲と年齢は全然関係ないっぽいな。こちらの恐怖の引きの笠選手に虫相撲の経験はないが、彼女のオニカブトムシからはとてつもなく強い気迫が溢れ出ているんだ。何言ってるかわからないけど、ちゃんちゃんのオニカブトムシは父ちゃんがこの前持って帰ってきてくれた贈り物、旅の途中で知り合った友達がくれたんだって。おお、お前の父ちゃんはクロートのようだな。じゃあこっちは空を駆ける白鉄ちびすけを出陣させよう。俺様が相手だといじめみたいになっちまうからね。ふん、おいらが一番弱いやつみたいに言いやがって。でもお前らみたいな周りの見えてない虫相撲野郎は力の加減がわからなそうだし、オイラがやるのが良さそうだな。緊張すんなよ、ただの遊びだし楽しもうぜ。ふぅ、
驚いた。確かに激しい気迫だったな。俺様が相手してもきっと苦戦しただろうぜ。リーウェの虫相撲の強者はみんな奇才なのか。オニカブトムシ同士はこうやって遊ぶんだ。ちゃんちゃん完全に理解したよ。時間があったらあと何回かちゃんちゃんと遊んでくれない？みんなが遊んでるのを見てちゃんと勉強する。どうやら恐怖の引きの傘にはとんでもない才能があるみたいだな。牛使い野郎にもこんな才能があれば、グオパーと水晶島バンバン旋風のやりとりを聞くだけでコーラ生物とのコミュニケーション方法を理解できたのかもしれないな。俺様もそれぐらい強くなりたいぜ。やあやあ、調子はどうだ。新たきギラギラ虫相撲大修行の進捗を私にも見せてくれ。ちょうどいいところに来たな、エイヒ。第四陣、今回の大会開催を手伝ってくれてあんがとな。あと、あの超かっこいい告知へも。でもよ、その様子を見るに第四陣も参加するつもりか？ん？ダメなのか？よく海外貿易をやっている大口の顧客がいて、一度彼女の重大案件の裁判を勝訴に導いたことがあってな。それでたくさんの贈り物をもらって、中に特別なオニカブトムシがいたんだ。当時は飼い方がわからなかったからバイヤに面倒を見てもらってたんだが、今見るとこのオニカブトムシ結構屈強なことに気づいた。虫相撲に参加しても興ざめってことにはならないだろう。恩人姉さんを侮るなっきよ。虫相撲の経験はないが、驚くほど屈強なオニカブトムシが出てくる。そうなのか。だったら器用の右腕が指揮する赤目に一緒に出てもらう。ダチコウならどんな相手でも冷静に戦える。ん、旅人が私と戦うのか。いいだろう。こういう遊びのコツはまだよくわからないが、うまく指揮ができなくても許してくれよ。エイヒのオニカブトムシは強いな。さすがはピンバーヤが手塩にかけて育てたスペシャルオニカブトムシ。ほらな、恩人姉さんのオニカブトムシは厄介な相手だっただろ。俺の武将は前回たくさん迷惑をかけたけど、装備と仲間の性能差は時に指揮で補うのが難しいんだ。確かにな。だがダチコはよく耐えた。なるほどなるほど、虫相撲の面白さが分かってきたかもしれない。楽しいじゃないか。旅人イット、そして花門玉将、ここでこのまま遊んでいたいくらいだ。理不尽な、こんな虫相撲のやり方があんのかよ。俺様は顔がもうパンパンだぞ。勉強になったわ。ありがとう、カッカ。しかも、こんなに腰が低いときた。はっ、牛使い野郎。オイラたちがいなかった間に、お前負けてるじゃんか。それは違うわ。真剣虫相撲大器王が諦めなければ、私に負けたとは言えない。戦いであれ、人生であれ、一時的に低迷するのはよくあること。そこで諦めない限り、真の敗北とは言えないわ。よく言った。そうだ、俺様はまだ負けを認めちゃいねえ。でもいろんな言い訳を探す必要はない。そんな口先だけの言葉はいらない。口を開く暇があったら一撃でも多く相手を攻撃しないと。キヨはこういう相手との戦いは得意じゃないみたいだから、出陣する対象を変えて試合を注意深く観察することにしよう。ちゃんと観察するというのも修行では欠かせないことだ。新しい技も勉強できる。そうだな、ちょうどダチコウも来たことだし、キヨの右腕、今回はお前の番だ。ひひ、やっとお前の出番だな。頑張ろうぜ。伝説の冒険者が出陣するの？油断は禁物。
鮮やかね。私の負けよ。あなたに負けるというのも光栄だわ。そんな方法で勝つのかよ。そうだぞ。素早い敵には柔軟に応じないとな。一つの戦術がうまくいかなかったら考え方を変えるべきだ。オイラと旅人が旅をしてるときは柔軟に考えてるぞ。一つの方法だけ考えてたらいくら頑張っても解決しない。そういや、忍も同じようなことを言ってたな。こうしてみると一理あるぜ。でもやっぱ今度考えることにする。まずは目の前のこと、虫相撲が最優先だ。みんな楽しんでる？シャンリー、グオパー、やっと来たのか。牛使い野郎は今絶好調だぞ。やっとこの日が来た。グオパー兄貴、新たきギラギラ虫相撲大修行を経た俺様の、いや俺様と赤目に一緒の実力を見せてやるぜ。それからどうやったら俺様が赤目に一緒と、そして水晶島バンバン旋風みたいな甲羅生物と意思疎通ができるのか教えてくれ。俺様が虫相撲界の有名な強者になった暁には、新たきあの虫相撲本陣で特大の威厳ある兄貴の彫像を建てるぞ。ルース、なんだと。これがクオパー兄貴自前の鬼カブトムシ。すごそうだぞ。普通の鬼カブトムシの甲羅ではなく、何か頑丈でしなやかな木材のようだ。まさか装甲を着ているのか。バーヤが新たきギラギラ虫相撲大修行の経緯を聞いて、グオパーが弟子を取るかもしれないことをとても面白がっていた。バーヤの友人にたまたま花壇の芸商花を手入れする園芸装置をたくさん作ってくれた人がいるんだ。その装置の名はカノハハズキジンキ。カノハハズキジンキはいろいろな動物に姿を変えて、その環境に自然に溶け込むことができるんだ。リス、チョウ、ヤマガラ、もちろんオニカブトムシもね。だから師匠がゴーパーにカノハハズキジンキを一つくれて、装置がオニカブトムシに擬態して戦うことになったの。本当にただの園芸装置なのか。シャンリンの師匠はピンバーヤ、ピンバーヤの友達、あ、ピンバーヤの友達。装置がオニカブトムシに擬態できるわけがねえだろ。まさかグオパー兄貴は俺らの実力を試そうとわざと弱いやつを使って戦ったのか。やはり気をつけた方がいいよ、キヨ。俺はあのメカオニカブトムシから殺気を感じ取れない。あるいは深くて底が知れないみたいだ。装置は生きてねえから殺気を感じられないのは当然だ。確かにグオパー兄貴はすごく強いけどよ、強者にも自分に合った武器や仲間が必要だ。俺様と赤べに一緒のコンビは簡単にはいかないぜ。さあ戦いを始めるぞ。一つ一つの攻撃でグオパー兄貴に俺らの実力を証明してやる。ルール。おお、牛使い野郎があっさりカノハハズキジンキに勝つなんて。やったぜ、勝った。俺様と赤目に一緒で天地明の超土級強者のクオパー力に勝ったぞ。次はもう待てねえぜ。クオパー力が俺様の実力を認め、甲羅生物との意思疎通について教えてくれたらいいんだけどよ。俺様に負けたのになんでグオパー兄貴は喜んでんだ。もしかして俺様の急激な成長に驚いてんのか。てれんじゃねえか。そう俺
俺様を褒めるなって。グアパ兄貴、兄貴は手を抜いてくれたんだろう。あんな平凡な装置を使って。どうやらグオパーの準備運動が終わったようだ。次はカノハハズキ人気の最大限の力を発揮しよう。グオパー、この前決めた通り園芸装置の出力を1000分の1から100分の1に調整しよう。これ以上にするとイットさんのオニカブトムシが怪我しちゃうかもしれないからね。ルー、そんなこったろうと思ったぜ。やはり予想の範疇を超えていたか。おい待てよ、千分の一？一、十、百、千、千？ちょっと冗談はやめてくれよ。さっきので千分の一の力しか出してねえってのか？ルルル。グオパーが不思議に思ってるよ。オニカブトムシを強くして水晶島バンバン旋風を倒すんじゃないのか。ましてや体格の差がはっきりしてるんだし、カノハハズキ人気は土鍋サイズの石を運ばなきゃいけないから、これくらいの力があって当然だよ。グオパーや私どころかイットさんよりも体の大きい水晶島バンバン旋風は言うまでもないでしょ。ありえねえ。さっきの倍強い相手ならまだしも、10倍勝つまでに何回負けるかとか、そんな話じゃなくなってくるぞ。先輩なんてもっとありえねえよ。一つの戦術がうまくいかなかったら考え方を変えるべきだ。オイラと旅人が旅をしてるときは柔軟に考えてるぞ。一つの方法だけ考えてたらいくら頑張っても解決しない。グアパー兄貴、わかったぞ。俺様は機関術を学ぶ。赤べに一緒に装甲を作ってやり、限界を突破させるんだ。それか赤べに一緒が操縦するもっと大きなメカオニカブトムシを作って、俺様が赤べに一緒を指揮し操縦させる。オニカブトムシがメカオニカブトムシを操縦？そんなこと本当にできんのかよ。しかもそれ虫相撲って言えるのか。カノハハズキ人気の実力を目の当たりにして気づいたんだ。オニカブトムシの力には限界があるってことを。忍ぶと玉将、そして特に空を駆ける白鉄チビスケ、みんなが教えてくれた。負けを認めるのは尺だが、自分から変わろうとしないほどバカじゃねえ。グオパー兄貴は俺様に新たな道を示してくれた。機関術でオニカブトムシを強化するという道を。これでどれだけ体格に差があろうとも、俺様のオニカブトムシはあの水晶島バンバン旋風に負けないはずだ。ルルル。うんふんふん、グオパーは全然わかっていないようだが、機関術みたいなのは師匠に頼んであの方に聞いてみないと。引き受けてくれるかどうか。兄貴、姉御、大恩人、ぜひ紹介してくれ。うん、親分、あんたもリーユエに留学したいのか。忍、もう来たのかよ。約束の時間だ。港に向かわないと最後のモラで買った代わりの船も無駄になってしまう。ま待て、こっちはまだ重要なことを相談しているところなんだ。全部聞いていたよ。親分が何かを学ぶと言い出したのは喜ばしいことだ。学び方なら参考書を一冊書いてやってもいい。残念だがリーユエに留学するには資金が必要だ。荒滝派が普段使う出費の数倍のな。留学の費用に当てはあるのか。大したことじゃねえだろ。稲妻に帰ったらしばらくはちゃんと働く。
働いてもらおう稼ぐのは初めてじゃねえ。さっきああいうことを言った以上、もちろん覚悟はできてる。少し本気を出せばいくらでも稼げんだろ。それにお前や荒滝派のみんなをほったらかしにするわけじゃねえよ。勉強のために一人で遠くに行くなんてどんな親分だ。学ぶならみんなで一緒にだ。全員分の学費を集めて荒滝派で留学して強くなって、そうしたら俺らは天下無敵の荒滝派だ。親分、いつからそんなセリフが言えるようになったんだ。いいじゃんか、虫使い野郎がそんな壮大なことを話すなんて珍しいぞ。有言実行しろよ。まあ具体的にどんな仕事をするのか、一日にどのくらい稼がなきゃならねえのか、ちゃんと計算してねえけど。そういうことなら俺がリーユエに残ろう。料理人の姉さんについていき、機関術についてじっくり学ぶ。あとは今さっき新たきギラギラ虫相撲大修行が告知されたから、さらにたくさんの虫相撲の強者やオニカブトムシに役立つ食べ物を調査できる。もし棋王の右腕殿下と空を駆ける白鉄ちびすけ様がまだ虫相撲がやりたい、または練習したいなら、ここで遊んでやってもいい。おお、それはいい案だな局長。んじゃ、いつも通りお前のじいさんに心配しないよう伝えておくぜ。次にお前らに会う時にはどんな驚きをくれるんだろうね。楽しみだ。先に言っとくけど、あの仙人が教えてくれるって保証は私もできないからね。縁人をできる限りやってみて、あとは縁に任せるしかない。そのお方がそれほどすごい技量を持っているのなら、どんなに傲慢でも構わない。大切なのは俺も棋王や荒滝派のために誠意を示すことだから、どんな贈り物を渡せばこの狩野葉月神器を作れるほどの高い技術に見合うのか、ちゃんと調査しないと。これ以上遅れると間に合わないよ親分。へえ、仕方ねえ。旅人パイモン、エンイス先輩にシャンリンさんとグオパーさん、親分が開いたこの虫相撲大会に付き合ってくれて本当にありがとう。謝礼を受け取ってくれ。これからの旅に役立つといいんだが。わあ、本当にプレゼントを用意してくれたのか、優しいな。別れの時だダチコ。空を駆ける白鉄チビスケ、グオパー兄貴、料理人の姉御と第四人、すぐにまた会おうぜ。ラララララ。そう言うと思ってたぜ牛使い野郎。志があるのはいいことだけどさ、焦っちゃダメだよな。やっぱり忍の意見をちゃんと聞いて、現状を考えて適度に休んだりしないと。もちろん次会うときはオニカブトムシが操縦する超大きいメカオニカブトムシが作れるといいな。